皆さんこんにちは、レポーターの伊藤あずさです。2023年のスーパー耐久もいよいよここ鈴鹿サーキットからスタートします。今日快晴で本当にレース日和になりましたね。この MZ レーシングのチャンネルではまた松田車を中心にレポートしていきたいと思います。で今回なんですけれども ST5 クラス、ST9 クラスに加えてさらに ST4 クラスにも車両が増えましたので、そちらにも注目していきたいと思います。いよいよ5時間耐久レースがスタートします。こんなにお客さんたちが来てくれると思ってなかったのですごい嬉しいです。まだしっかり完走してポイントをつなげて最後は表彰台に乗れるように頑張ります。開幕戦では88号車の村上モータースがポールポジションを獲得しました。今年からですね、若手の速いドライバーを起用しているので、これからの活躍がすごく楽しみです。チームのプロの17号車に素晴らしい新人ドライバーが入ったということで、小西さんに話を聞いてみたいと思います。これまではどんなレースに出てこられたんですか？僕は今までフォーミュラーカーのビータっていうカテゴリーを主に出てきまして、去年は富士のシリーズに出てました。はい、S 帯初めてということで走ってみてどうでしたか？そうですね、すごい後ろからたくさん車が来るんで、正直最初はめちゃめちゃ怖かったですし、よりによって SC 焼けだったんで、もうどんどん速い車塊できちゃって、めっちゃめちゃ最初は焦りましたけど、好きな松田車でチャンピオンになりたいなと思うんで頑張ります。練習でも混走は経験してたんですが、レースってなると後ろから抜いてくる勢いがすごいので、結構パッシングなどもあったりでちょっと打って焦ってしまうところがあったので、そこは慣れだと思うんですけど、もう迫力がすごかったなというのが第一印象です。A ドライバーと B ドライバーさん2人とも速くて、で、ポールも取れましたし、結果的に優勝もできたので、とても個人的には初優勝で登れたので嬉しかったです。まず1戦目からこんな勝てると思ってなかったし、こんなにポールも取れると思ってなかったんで、さすがロードスター、こんなに仕上がった車なんだっていうのに気づきました。楽しかったです。苦しい戦いになるのかなっていう予想だったんですけども、予選で村上さんも吉田さんももう車の能力 100% 引き出してくれて、ちょっとここからウエイトが乗っかるんですけども、そんな中でもなんとか耐え抜いて勝ち続けたいなと思います。16号車で完成するということで、いろいろ大変だったと思うんですけど、
初戦戦ってみていかがですか。実際予選のタイムの2分23秒というのは出たらいいよねっていう、こう想像したタイムだったんですよ、うんうん、なので、はい、タイム的には基準はクリアしたつもりです。なるほど、はい、この現状での第一目標はできたところですね、はい、でその後の今後はまあどうしていきたいですか。これから今後はそうですね、まあ、思い当たるアップデートもいくつかあるんで、はい、それをして、まあ、この富士までの2ヶ月間あるんで、これをもっともっと早くして壊れないようにして、はい、したいと思います。今までやっぱり ST5 クラスから参戦しているイメージだったので、はい、ここからやっぱり1クラス上がったところにチャレンジしたっていうことが私にとってはすごいやっぱり大きいなと思って、そうですね、すごく応援したいです。応援してくれますか。めちゃめちゃしますよ。はい、まあ、ライバルが本当 GR86 で速いので、うんうん、はい、富士なんではいかないですけど、はい、ぜひそこまで好きで頑張ってください。はい、お待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。富士24時間耐久レースになります。まあ、レースも24時間ということで長丁場ですごいレースになりそうなんですけれども、まあ、それ以外にも、まあ、バーベキューがあったり、なんか焚き火があったり、美味しいご飯があったり、まあ、たくさん楽しめるポイントがレース以外にもあるので、ぜひ皆さんも現地に来て楽しんでください。